よし、それじゃあ出席を取るぞ。板取裕二。はい。国崎野原。いや、そういうのいいから。つーか、なんなのここ。こんな山奥にとんでもない数の呪霊がひしめいてる。いい加減説明してください。え、挨拶したの俺だけ？ここはいわゆる霊峰って呼ばれる場所でね、さまよう呪霊が行き着く山なんだ。行き場を失った呪霊はここに集い、そしてより強くなる。だから定期的に高専関係者っていうか僕がささっと掃除してるんだけど、今回はここの掃討を君たちにやってもらうよ。けどこの広さにこの数、俺たちじゃ一日で終わりませんよ。そう、だから戦うだけじゃない、食事や眠りを確保することも必要になる。これは生存訓練だ。まあサバイバルのコツとしては、食料を盗まれても取り返そうとしない方が安全とかかな。呪霊って飯盗むの？いや、クマの話。クマ？そういう意味も含めてのサバイバルってこと。まあ君たちなら野生動物くらい問題ないだろうけど、危険な環境の中で呪霊と戦い続けるのは並大抵じゃない。それでもここは呪力が集う土地。勝てば勝つだけ君たちの力になる。環境を味方につけて、せいぜい生き延びてみせてよ。おう。最悪だわ。戦い続きだし、ろくな荷物もなしにサバイバルしなきゃなんないし。まったく。おう、じゃねえんだよ王者。いい返事しやがって。いえ、裏若き乙女を何だと思ってるわけ？ああ、ごめんって。仕方ねえだろ、あの人のことだ。目的も言わずに連れてきた時点で怪しかった。とにかく殲滅すればそれで帰れるんだ。やるしかないだろ。こんな山中で虫に刺されながら寝泊まりとか最悪だから、さっさと終わらせ。ブラザー東堂、お前たちもこの任務に参加していたのか。というかお前たち、なんだその軽装は。荷物もない。サバイバルを甘く見すぎではないのか。五条先生に言ってください。そうか、すまん。かわいそう、準備する時間ももらえないなんて。あなたたちの無様な姿はきちんと見ておいてあげるわね。はあ、そんなに荷物があるなら少しくらい使ってあげてもいいんですけど。いやよ、あなたたちが夜寒さと呪霊にまとわりつかれるのを安全に眺めたらとっても楽しそうだもの。てめえ。二人とも落ち着け。別に今回は敵同士というわけではない。呪霊が相手なら手を取り戦うべきだ。話が早くて助かります。では共に鍛錬するぞブラザー。おチッ。ブラザー、気づいているか。ああ。呪霊の数が俺たちが払うのとは別で減ってきている。それにさっき野生動物の死体もあった。残影付きの。何かいるぞ。呪霊も野生動物も無差別に食らっている何かが。あの呪霊は
みんなにはちょっと荷が重いかもね。他者の呪力を喰らい強さを増す呪霊、今は準一級程度だけど、あるいはけど、まあ大丈夫か。何が言おうと払うことに変わりはない。さっさと払って帰りましょう。一丁行くか。あなたたちは私たちの足を引っ張らないでいてくれればそれでいいわ。はぁ、どっちが足引っ張ってるのか教えてやるよ。この二人はもう放っておこう。ワコードたちの成長はいつだって大人の想像を超えていく。期待してるよ、みんな。